西武1位、田口、24S、年俸8800万、1.56、1勝2敗5 H24S、今年 FA 権取得、オリックスで山岡と共に勝利の方程式を組まないか。今年年俸上がりそうだけど、そういう年に限って順位低迷というね。田口くん甲子園で優勝投手になる気はないかね。今年の炎上でヤクルトファンに挨拶化したからな。定番の拍手ネタももうやらなくなったし、席確定や。知らん間に150出るようになっとる宇津美とかと杉内と一緒くらいだったのに、たかがリリーフに2億3億と支払ってる方が異常低期。どこもいらんやろ。リリーフ1枚補充するのに保証取られるとか割に合わん。地味に争奪戦だな。実際の実力はともかく抑えを任せられてるやつの需要は高い。一方複数年契約1年目のあれ、まだ若いからな。来シーズンから爆上げよ。広島の人なんやろ。嫁が最強を選ぶかどうか。ぶっちゃけ今のヤクルト普通に金使うから2億くらい行くんちゃか。田口に先発確約するチームとかないやろうし、普通に参入やな。守護神候補の外人が一軍登板なしで帰国した中でようやっとる。ご視聴ありがとうございました。